ロバート・ウォード・ロバート・ウォードはアメリカ合衆国の作曲家。オハイオ州クリーブランド出身。ロチスターのイーストマン音楽学校に入学し、バーナード・ロジャース、ハワード・ハンソン、エドワード・ロイスについて学んだ。1939年から1942年までニューヨークのジュリアード音楽院で作曲をフレデリック・ジャコビに、管弦楽法をベルナルト・アーヘナールに、 指揮をアルバートステッセルとエドガー・シェンクマンに指示した。1941年にはマサチューセッツ州のバークシャー・ミュージック・センターでアーロン・コープランドの下で勉強している。同年に公共曲第1話も完成させ、ジュリアード出版賞を受賞した。第二次世界大戦中は陸軍に入隊し、軍楽隊の指揮者となった。退役後はジュリアード音楽院に戻り、 1946年に大学院を卒業した後、そこで1956年まで教職に就いた。1947年、公共曲第2番を作曲し、友人オーマン儀式のフィラデルフィア管弦楽団に取り上げられ、カーネギーホールなど各地で演奏された。1950年に公共曲第3番を1958年に、 公共曲第4番を作曲し、1961年にはオペラルツボでピューリッツァー賞を受賞した。1967年から1975年までウィンストン・セーラムのノースカロライナ芸術学校の校長を務め、1978年からデューク大学の客員教授に迎えられた。1987年に引退した後もノースカロライナ州ダーラムに居住し、 作曲を続けた。ニューグローブ世界音楽大辞典には、ボードの作風について、大部分はヒンデミットによっているが、ガーシュウィンからの影響も大きいとある。ありがとうございます。